松平助次は、丹後国宮津藩三代藩主、本城松平家六代。寛延二年十月二十九日、和佐国大滝藩三代藩主、松平正春の三男として、江戸で生まれる。法暦十三年三月十五日、将軍、徳川家春に、おまみした。明和二年九月十六日、宮津藩の第二代藩主、松平助多が死去したため、 末期用紙として、家徳を継いだ。10月1日、将軍、徳川家春に、おまみした。12月18日、地獄した、文後守に助任した。安永5年1月29日、総社番に就任した。天明4年4月26日、自社奉行との兼任となった。7月2日、松平宗介の長男、村上恒勝の子孫である、村上津福に、 神殿三百五十国を分置する。天明五年、伏見議民の直訴を受ける。天明六年売る十月二日、自社奉行を辞職する。この時期、反省においては、天明の大飢饉で大被害を受けて米価が異常高騰し、歌手者が多数出て、古記録には言語に尽くしがたき、困窮の年柄とある。完成八年二月二十八日、奏者番を辞職する。 11月17日、隠居し、次男宗忠に家督を譲る。完成12年8月18日に、江戸で死去した。去年5二。ありがとうございます。